台風6号ですけれども、引き続き沖縄本島地方や奄美地方では大荒れの天気が続く見込みです。また火曜日から水曜日にかけては西日本にかなり接近あるいは上陸をする見込みとなっております。まず現在の位置をご覧ください。台風6号ですけれども、午前5時現在は奄美地方徳之島の付近にその中心があるというふうに見られます。現在は奄美地方ですとか沖縄本島地方が一部台風の暴風域に入っております。一方この台風の形を見てみますと、これが現在の雨雲となりまして、中心がこの辺りにあります。大変大きな目を持っておりまして、中心から離れたところに活発な雨雲そして風の強い領域が分布しているというのが特徴となります。で現在降っている雨の強さ見てみますと、特に今は沖縄本島地方です。強いところで1時間に10から20ミリぐらいの降り方をしております。この沖縄や奄美はトータルの雨量が大変多くなっておりまして、多いところではすでに300ミリ以上、そしてこの赤い丸印もこれ200ミリ以上の雨がこの72時間で降ったということになります。でこの後の雨雲の予想を見てみますと、特にですねこの沖縄本島地方を中心にかなり活発な雲が次々と流れ込む状況が続いていきます。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨でしたり、局地的には1時間に80ミリに達するような猛烈な雨がまた降ってくる恐れがあります。で奄美地方も台風の目を抜けていきます。今日の午後になりますと再び雨が激しく降ってくる恐れがあります。広く地盤が緩んで土砂災害が各地で発生をする恐れがありますので、まず雨の降り方に警戒をするようにしてください。また風の方ですけれども、現在の実況値を見てみますと、沖縄本島地方で特に強いです。平均で15から20メートル程度吹いております。風に関しても先ほどあったような雨雲が強いものが通過するようなエリアで特に強く吹く見込みです。奄美地方はしばらくは今日の日中台風の目に入っておりますので、そこまでの強風はなさそうですけれども、やはり午後になりますと台風の目をこう抜けていきますので、徐々にまた風が強まる見込みです。各地最大瞬間風速が30メートルを超えてくるような、突風が予想されます。引き続き外出危険な状況になります。今日も安全な場所でお過ごしください。そして波の予想ですね。波に関しては南西諸島は大しけのエリア多いです。一方ですね、この西日本ですとか東日本の太平洋側に関してもさらに波が高くなっていきます。西日本に関してはもう今日は海のレジャー、これ太平洋側では控えるようにしてください。また東日本も今日以降だんだんと波が高くなっていきます。海のレジャーは要注意とこういった状況になりそうです。そしてこの台風6号ですけれども、その後の進路を見てみますと、明日月曜日には進路をだんだんと北寄りに変える見込みです。また暴風域を伴ったまま8日から9日にかけて西日本にかなり接近あるいは上陸をする見込みです。今のところ九州付近に上陸する可能性が比較的高くなっております。一方でですね、予測モデルによってはもう少し西側を通過するような、計算もあります。この辺り九州付近から九州の、西海岸付近ですね、この辺りを、通過する可能性が比較的高いのではないかというふうに見られます。ですので台風に近い九州、中国、四国地方は大荒れの天気警戒を要します。また近畿から関東甲信地方にかけても太平洋側を中心に雨雲が発達をしまして大雨となる恐れがあります。台風から離れたエリアも大雨や高波には警戒するようにしてください。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。